はい、皆さんこんにちは。シャルテンの小島です。今回はですね、企画動画で最近流行りの AI チャット GPT を使ってご当地ソングを作ってみようという企画です。どんな曲が出来上がるのかですね、全然想像もつかないんですけども、ではやってみましょう。ちなみに2007年ですね、私が作りました曲がこちらです。各務原キムチのイメージソング「キムチの気持ち」という曲を作りました。そこからもう何十年と経ちましたが、新たにいい曲はできるのでしょうか。今回使うのはチャット GPT という AI にお願いしました。で、まず初めにですね、もうド直球で各務原キムチのイメージソングを作曲してくださいという依頼を出したら、こんな感じのものができました。もちろんです。以下は各務原キムチのイメージソングの作曲です。と来てですね、イントロ、そしてバースですね。で、各務原の大地に広がる辛さと美味しさの香り、キムチの魅力を感じて心躍るこの歌を奏でよう。コーラス、各務原キムチ愛してる、辛くて美味しい特別な味、みんなで一緒に召し上がれ、笑顔で食べようキムチパワーとですね、続いて いくんですね。はい、こんな感じで、で最後までいくと、以上が各務原キムチのイメージソングの作曲例です。このメロディーに合わせて歌詞をつけていただければ、キムチの魅力を表現する素敵なソングになると思います。丸。という感じになってしまったんです。これね、最後に歌詞をつけてくださいとあるんですけども、これ逆というか、メロディーをね、つけてくださいなんですね。で、これ実は歌詞しか書いてないので、これだとちょっと歌がね、わからないということで、次、別のちょっと依頼の仕方で聞いてみました。各務原キムチのイメージソングを作曲して楽譜にしてくださいとですね、AI に聞いてみたところ、こんな感じに。もちろんです。以下は各務原キムチのイメージソングの作曲と楽譜です。そして楽譜で、イントロの下に、これね、ようやくコードですね。コード進行が書いてあって、またバースで、コード進行と、歌詞もね、書いてあったので、まあ、ここまでかなと、ちょっと、まあ、区切りをつけて、今回はですね、ここのコードと作ってもらった歌詞をもとに、メロディーだけね、こちらで作って、完成させていって、いきたいと思います。それでは、聞いてください。各務原キムチのイメージソングです。どうぞ。キムチ愛してる、辛くて美味しい特別な味、みんなで一緒に召し上がれ、笑顔で食べよう。キムチパワー。
はい、いかがでしたでしょうか。各務原キムチのイメージソングということで、今回は AI を使ってですね、やってみたんですが、まあ、結構ね、想像つかないような曲になりましたが、もしかするとね、これ、何百曲と作ったらものすごいいい曲が生まれるかもしれません。ぜひ興味がある方はね、やってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。